か向かってるんですか？メダイ協会という協会でございます。なんかコインが幸福を呼ぶという噂でございます。そのコインをゲットしに行きたいと思います。これは初めて行きます。現金以外も使えるといいな。ねえ、なんかなんとなくイギリスよりもインフラ周り、電車とかその支払い、インフラっていうのかわかんないけど、遅れてる気がする。バス現金じゃないと乗れなかったし、でもね、みんなチャリンチャリン声持ってたしって感じです。よっしゃー。ミニクロワッサン購入です。やっぱり鶏周りに食べちゃいましたが、めっちゃ美味しい。乾杯。めちゃくちゃ美味しい。これちっちゃいクロワッサンっていいよね。大きいとさ、うん、お腹いっぱいになっちゃう。めちゃくちゃ美味しいです。普通の目を描いてない。どれがいいの？どれがいいんだろう？落ちちゃうでしょ。確かに。ちっちゃいの 3.6 でいっぱい入ってるじゃん。うん、幸せのお裾分けです。すごい量。何買おうかな。これにしようか。これなんかゴールドとシルバーどっちがいいとかある？これにしようかしら。しました。全部で26ユーロでした。幸せをたくさん分け与えたいと。分け与えたいと幸せをセーボマリアじゃん。イエーイ。こういうここ、こことかそうです。でもうちら初心者っていうか、ピアスじゃなくてあれないかな、指輪。突然この旅一番のぶっちゃけテンションが上がるようですね。じゃーん、チャラチャラチャラ。やばい、めっちゃ可愛いよ。何分ぐらい滞在したの？結構いた気がします。めっちゃ嬉しい。これぞ女子旅って感じの買い物。デパートなので購入後に3階でタックスリファンドをしたいと思います。あー、かわいい。てかさ、このハンドルあるやつのさ、この色大好きなんだけど。出会ってしまったか。これ買おうかな。絶対そっちはいい。買いだよ、ね、絶対買いOh, really? めっちゃ美味しいジュースらしい。私今更ブローチむしろ欲しくなってる。じゃあこれも可愛いと思って。It's better to use in different way because if you put like this one, it looks like a flame. Yes, to be more like a fun accessory. You know what I mean? Hold, fun. ここにはつけない。
ハンバーグアゲーン。いやー綺麗だね。なんとビップルームに通していただきました。あー2回目のブシロンです。大専門です。おー、あっちがいい感じの夕暮れです。こっちはこんな感じです。ネッフェルとシャンゼリゼから違います。ちょっと遠いです。30分も歩きたくないです。電車乗らない？あ、バスがあるわ。ここおすすめかも。じゃーん、こっち見来るとこんなにエッフェル塔が綺麗に見えるし、めちゃくちゃいい写真撮れるんですが、なぜかこんなに人がいないっていう。